あの試合ね、面白かったわ。何回喧嘩したの？試合前の会見、前日計量、終わった後に裏でも喧嘩した。裏でもやったの？ああいうのってパフォーマンスも半分ぐらい入ってるけど、ヤーマンと芦澤はガチだよね、はい、ガチでぶっ飛ばそうと思いました自分は勝ち負けというよりも面白い試合できればいいやっていうスタンスなんですよ、うん、キングオブエンターテイナーだもんね。3分3ラウンドなんか全然バテないの。試合でバスしたことないです。結構エンジンかかるのが遅いんですよ。アップでスパーリングを2ラウンドやってから試合するんですよ。スパーリングってえ、マスでしょ？ガチのガチのスパーリング、はい、でも相手は殴ってこないでしょ？あ、でも殴ってきます。当てていきます試合前にそんな怪我したらどうすんの？ちゃんと防具もつけてやるんで、ちょっと汗かいた方がなんかこう動きが良くなる。めちゃめちゃ上げていきますね。ちょっとじゃなくてもうダラダラで、そのアップに変えてから勝てるようになったんですよね。グローブからウォーピングフィンガーってやっぱ違和感あるんで、全然違いますね。やっぱ重さが違うんで、ボクシンググローブだとグローブの重さを使ってジャブとかパンチのスピードが上がるんですけど、軽いんで違和感がありますね。薄さが違うんで、薄さで全然距離が違ったり、足半歩前に出さないと当たんなかったり、その足半歩出さないとっていうのでは攻撃力すごく強いんだけど、パンチが伸びたらもっといいなと思った。結構近い距離で戦うじゃん、はい、もうちょい懐の遠い選手はちょっとやりにくいんじゃない？去年の2月に戦った選手、うん、左ミドルで完封されてたことがあって、うんうんうん、一向に中入れなくてしまったんですけど、もうそういう選手は苦手です。ちょっとずつ伸ばしていくと戦いやすくなって、懐が遠くなるだろうな。昔からの話ですね中の打ち合いは得意なんですけど、うん、中距離の打ち合いは苦手ですね。亀田史郎さんとコラボしたんですけど、うんうん、すごいミットが遠いなと思ったんですよ、うんうんうん、多分それかもしれないですね。そうやっていくと自然とちょっとずつねパンチが伸びるのよ、うん、その練習がちょっと必要になりました。なんかテクニック的なこと、ヤーマンの試合を見て素直なんでバーッと出ていくんで、そこでちょっとパンチと蹴りのコンビネーションを混ぜたりとか、ちょっとしたフェイントを使いながらやっていくと成長するだろうっていうのが見てて思ったんで。